ここで街角クイズのルールを説明しましょう。クイズの出題者は街を歩く一般の皆さん。マックスの4人はこの一般の皆さんのエピソードをもとにクイズに答えていきます。正解すると1ポイント、見事優勝者には高級しゃぶしゃぶ食べ放題、もちろんビリには罰ゲームがあります。そして先週10問の素人クイズを終え、ポイント数はミーナが3ポイントでトップ。しかしここからは1問正解で2ポイントなので、他の3人にも十分に逆転のチャンスあり。まだまだゲームの行方はわからないぞ。ここでクイズです。お名前は何て言うんですか？エミです。エミさんがお付き合いした男性の人数は何人でしょうか？はい、今いくつですか？今おいくつですか？19です。19歳、なるほど。今彼はいますか？現在彼氏はいます。いますか？はい、あ、なんですか？はい、一途なタイプですか？気が多いタイプですか？それはエミちゃんが。はい、エミちゃんは、一途なタイプですか、それとも気がちょっと多いタイプですか？一途です。一途です。はい、旦那さん2人、あ、3人、ひなこさん3人、はい、リナ2人。わかりました。さあ、それでは正解の方お願いします。エミちゃんが付き合ったことのある人数は何人でしょう？え、数えてる。あれ、数え、お、あ、え、5。あー、騙された。騙されたー。じゃあ、1人だって言ったじゃん。美しいお母さんですよね。はい、お母さんから生まれた。あらららら、さあ、お嬢ちゃん。メリーです。メリーちゃん。メリーちゃん、あら、ごめんね、メリーちゃん怖いよね、おじさん大きいからね、ごめんね。問題です。メリーちゃんのお年はいくつでしょうか？すごい大きくない？はい、決めた。はい、レイナさんは5ヶ月。はい、ナナは0歳9ヶ月。はい、みんな1歳半。お、はい、じゃあ8ヶ月。はい、メリーちゃんのお年は？メリーちゃんは何歳ですか？7ヶ月です。あー、リナちゃんが近い。リナ近い。リナも惜しい。2ヶ月差があるでしょ。1ヶ月の差。この後リナが怒涛の追い上げを見せ、7ポイントでトップに。そしてナナは2ポイントでビリー。そこで何を思ったかバスを降り暴走しだすナナ。果たしてこの作戦が吉と出るか凶と出るのか。マックスの4人、これからまだ答え言わないでくださいね。言わないでくださいね。問題ですか？問題を言いますんで、その答えまだ言わないでください。はい、この4人、マックスの4人の中で、あなたが結婚したいなと思うのは誰でしょう？はい、考えてる。意味言っちゃダメですよ。結婚したい人。リナさん、ミーナさん、レイナさん、ナナさんと。はい、書きました。書きましたか？書きました。はい、あ、お願い、当たってもらえますよ。ちょっと見えにくいよ、見えにくいよ。はい。私はリナだと思うんですけどね。いや、な、君がリナだと分かったけど、まあ、はいはい、まあいいや。はい、はい、じゃあお願いします。はい、レイナはナナさん。はいはい。ミナ、レイナ。はい、リッちゃん、ミナコ。はいはい。あ、分かれた。で、AD、一応 AD、なんだっけ？私はリナだと思うんです。あ、みんなバラバラだ。AD さんはリナさんです。じゃないかと。それでは、正解です。お願いします。ミーナちゃん。あー、ミーナさん。イエス。なるほど。ということなんですよ。ほら、ほらね。ほら、ナナじゃない？あれ？それナナちゃんもう、ってか、ナナちゃんがいいですね。ナナだよね、やっぱりね。どう見ても。だよね、どう。そういうこと、そういうこと言ってると。ほら。あれ？みんないるじゃないですか。さあ、もう一度聞きます。誰と結婚したいですか？ミーナちゃんでしょ？誰でもいいです。結局意味のない暴走したナナ、その間にリナが11ポイントで独走。そこで最終問題は正解者に10ポイント。果たして優勝商品しゃぶしゃぶ券をゲットするのは誰だ。さあ、ここで、はい、最終問題です。あなたの血液型は何ですか？そうですか、結婚式の帰り、お友達の AB、4つのうちだ。4つだじゃないですか。おいくつなんですか？失礼ですけども。ちょっと待って。22歳。あ、27歳。決まった。27歳だって、全然問題ないでございますよ。レーナは A 型。はい、ナナは B 型。はい、ミーナは A 型。はい、リナは A 型。嘘、なんで。でもここで7個優勝したら。あ、そう、逆転。正解の方をお願いします。 A 型です。 A 型です。やったー、やったー。 A っぽいもんだって絶対。ということで、街角クイズ優勝は21ポイントを獲得したリナ。見事優勝商品しゃぶしゃぶ券をゲット。2位は同率で15ポイントを獲得したミーナとレイナ。ということは第4位、第4位はナナさんです。ナナさん。私ね、ナナさん
してな。でさ、ナナさん。そのことをさっきからさ、はい、リエナが絶対ビリビリっていうから自分が罰が当たるんだよ。だってさ、もうナナ外に出たのが失敗した。でもそうだ、人生って選択が必要だよね。そうだよ。そこで一歩間違えるんだよ。森ちゃん、森田同士聞きたいな、ナナコの。はい、やってみよう。どの人に行く？分かりそうな人がいい。うん。そのカップルは？あ、カップル行こう、カップル。通り過ぎてちゃった。あ、こっちから来る女の子2人は？は？女の子2人。女の子2人。すいません。私、モノマネが得意なんですけど。モノマネ？モノマネ。あれ？森田同士歌いて。聞いてもらっていいですか？誰のマネか当ててください。春の木漏れ日の中で君の手さしさに誰でしょう。あれ誰どうなんとなんだ。カラクリ。木漏れさ僕はなんだっけ。弱虫弱虫だった。だよね。原田智代。あ、違う。原田智代。そうだ。何か。そのさ、ナナコの隣にある棒を猿のモノマネして登れる？これ登るの？ウィキウィキって言いながら。そうそう。ウィキウィキ。マジで？そうだよ。行こう。登れるかな。ワイルドな猿が見たい。ウキって？うん。ウキキ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 キ。は見ますよね。いいですか？今までの仕事の中で一番辛かった。ファイト、ファイト。この後はマックス野球教室。元阪神タイガースの亀山選手を監督に迎え、地獄の特訓がスタート。果たしてマックス野球王の座は誰の手に？野球教室。元阪神タイガースの亀山選手を監督に迎え、地獄の特訓がスタート。厳しい練習に耐え、見事マックス野球王の座を手に入れるのは果たして誰だ？ごめんなさい。大丈夫です。そしてリーダーが振り場で稼いだお金でパチンコに挑戦。